ます。いただきチャンネルがいものでございます。ということで、本日も番長サリーやっていきましょう。よろしくお願いします。いいね。あ、最高じゃん。これは最高。当たってますわ。3連続。これが男の特訓127。これは当たってるわ。よいしょ。岩尾さん、勝利でしょ。さあ、これは間違いないですね。とどめの、とどめのベル。よし。146ゲームでございます。早いタイミングでいただきました。5000円。おー、7ベル取れてましたか。一応このチャンス目対決からだったんでね、通常のモード以降からなんですよ。おー、いいね。はい、もう一丁。おー、食材調達、チャンスアップきましたね。あー、素晴らしい。これはいける。しょうがない。30から早いね。白ナビ。おー、吸ってほしいな。あー、やばい、ダメだ。これは勝ってないですね。あー、全然勝ってない。 OK、 最高。チャンス目だ。違う、でも大勝負。いや、これは大丈夫。刺しました、一発目。まあ、そんな一発目からね、いけるほど甘くないですよね。こうやってちゃんとね、対決いけてて、ちゃんと5大事いけて、ちゃんとボーナスいけてればノンストレスなんてもんじゃないですよ。楽しい番長3、こっからですよね、まだまだ。おー、いいね、素晴らしい。いや、おお、マジか、いいんじゃない。あー、ちょっと弱いけど OK、 OK。 攻撃しろ。よし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 、はい、ドン。まだだね、まだだよ。でかい、これはもらった。はい、よしよしよし、やっと乗せれた。もう一丁。いやー、素晴らしいんちゃ、素晴らしいんじゃないですか。こんなん勝ったやろ。ほら、よっしゃー、二つ目。とりあえず3日目のチケットをいただきました。大事だよね、マジで。すごいじゃん。3の3、絶対勝ったわ。チェリー対決。おい、バドミントンだ。
ラッキー。違う違う違う。よし。何対決だ？今のビラは豪大寺か？豪大寺なのか？ああこれは豪大寺だろ。ビラ飛んでから5、6ゲーム対決に行かなければそういうことです。5ゲームか MB で違う。よし最高。引いてこい、ベルを引いてこい、ちゃんと。よっしゃいけ。早くも3発目のボーナスうわ、ならず。朝一ボーナス4回以内に絶頂行ったら、あ、今日5だなって思うよねたまたま 6% を引いたとしても、あ、5だなって思っちゃうよね。で今のところまだ3の0、すでにちょっと今日は5厳しいんじゃねって思い始めてるちょれーちょれー。お世話せー。残念、復活しない。よし、煽り方いいと思ったよ。あれ8ゲーム超えてね。ちょっと何ゲーム入ったかちょっと正確に覚えてないけど8ゲーム超えてる気がする。つまり勝ってるんじゃないか。ただ気のせいかもしんね。大丈夫でした。いや絶好調じゃん。さあ4回目呼ぶ位置ダメ。天国よし、天国上がってました。まあおなら出てくればね、1セット目でこれは天国だろうなって思えちゃうよね。まあもし天国じゃなかったとしてもね、それはもう6アピールになっちゃうから。よし、いい MB だね。うわー最高。イエス。おー、いやー乗ってるねマジで。オーケー。待って、曲げる。うわーやった、ベル引いてるのこれですか。さあこれで朝一の初当たりから1000枚突破でございます。おーいいね、頑張って。ということで、まあ、さすが今月の私は違いますね。9セット1332枚ということで、いやでも朝からこんだけね持ちメダル作れれば次の初当たりとか持ちメダルでいける可能性が高くなるんで、負けにくくはなりますよね。だいぶお、やった、中対決以上だ。ちょっともう500ゲームなんでね、そろそろ当たっておかないと。持ちメダルが一気に半分にはなってるんで、あ、バスケバスケでお願いします。 OK、 しかも MB 引いてる、最高。あら RT 始まった。伸びなしということは、あー押し順見せたね。さあ大丈夫でしょう、さすがに。まあ多分勝ってると思うんだけどね。491ゲーム超えろ、超えない。
おー、一気にめんこまで落ちます。いや、1回通常してるんでちょっと自信はないですけど、でも1ゲーム目にチェリー最高。大丈夫だ。さすがにバスケのベルで勝ってると思うんだけど、まあ一応ね、今のチェリーでダメ押しですね。512ゲームでございます。下皿で当てられました。300枚、296枚ですね。若干減らしてまいりました。まあでも若干なんで、次頑張りましょう。いやー、これはハマるパターンのやつですね。完全に追加投資の香りがするな。まあ、残念ながらここまでハマっちゃうとどうしようもないよね。さあ、これで正ハマりですね。悲しいことに追加投資します。これで6000円目。いい発達、やっと当たった。1101ゲームですね。今月実はまだ天井に1回も行ってないかもしれないです。その直前で当たってる、ギリギリ。まだ1万円以内で済んでるからね、素晴らしいですね。弱っ、あ、危ねえ。なんとか、あー強い。いや、強対決ある、確定対決まである。よし、強対決。全攻撃、全攻撃。待って、ここで攻撃されんの。継続、継続。あ、今特訓だった、勝ったわ。4ゲーム継続だし。よし、3日目。よし、もらった。全然乗らねえ。やばい、終われ終われ、やめて。ああ、406枚、トントンぐらいか。うわー、熱っ、びっくりした。これシャッター閉まってるかとかさ、あんまり分かんないからさ。シャッター時間予告でしたね。はい、チャンス目からだと思います。60ゲーム、引き継ぎなの忘れてました。おお、いいね、ストック2つ持ってました。さては、あのシャッター次回予告のやつ、いいループ取ってたからあんなに偉そうな演出出てきたな。 80% ループも辞さない構え。ボーナス引けず伸ばせず、3セット618枚、30かな、31かな。954、よし、確定対決だった。なんかうっかり通常とかかな。30名からちょっと時間あったような気がするんだよね、してきたんだよね、なんかね。なわけねえよ。274ゲームでございます。通常だった、マジで。マジで通常だった。朝一にボーナス引きすぎちゃったせいで中盤以降がなかなか伸びない。残念。
ついに1万円なくなってしまいました。ここに来て6時間かけて1万円なくす作業をしました。私残念ながら追加投資でございます。2枚目。いやー朝一は良かったな、あの頃が懐かしいぜ。対決連打サンベルかな。頼む。よし1ゲーム目最高だ。いやー自力でやるとこだった。656ゲーム1ゲーム目の弁当のタイミングで特訓経由ではなく赤いカットインで確定パターン。ダメだ。587枚。おらららら、頼む頼む、何でもいい。ああ何も引けない。よし、ベッド特訓が強い。ベッド特訓なので基本的に前回と同じ対決が出てきます。同等以上になりますので強対決からいった今回は絶対に強対決になると。で強対決以外だったらもう当たり確定、もうこれも確定ですね。83ゲームいいね。あ、岩尾、岩尾ビラはさすがに熱い。いやー激アツきたわ。温泉とりあえず、ボーナス当選確定でございます。あとは鏡が来るか。鏡いいよ。豪華だ豪華だね。白かかかか来たー、やっと来たー。5時になるぞ。やっと来たよマジで、ふざけんなよ。ただ最近俺絶頂めちゃくちゃ下手くそなんで、なんとかどっち、よし OK。 まだまだ。完璧だ。いやーすごいね、ドッジボールしか引かん。大丈夫大丈夫、オッケー。もう一回ドッジボール、卓球か、オッケー。よし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 、オッケー。いいよ、久しぶりにやれてるぞ。やれてる。待って、大丈夫？ OK。 おお、返された。やった6 6っすね。いやでもやっと絶頂引けた。あ、まあ全然 6% でもいいっすわ。あーレインボーだー、レインボーだー。いや弱いか、混合円っぽいですね。
ラグビーの時に MB 弾ければいいのにね、タイトル画面で。おやおや、よし、8日目まで確定。気合入れてきたわ。やばいやばい、違う、頑張ってー。あー、一応ね、次が見えてなかったんで、めっちゃ助かる。最盛期くらいまではいけるかな、一応これで。よし、これは大丈夫、並べですね。負けらんねえぞー、弱対決だけど。違う、よし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 、頼め、弱いか。あー、初期で初期で5個ぐらい持っててくれ、弱い、終わる、やめて、続いて、やはり1538枚。これでまた難しくなったね。 6% を引いただけか、はたまた設定後なのか。まあでもここまで引き戻し1回、グーズっぽさはないんだよねということを考えると、そうな可能性もあるしな。1回天国行ってるしね、もうワンチャン来ねえかな。ここでハマるのが番長競りってやつなんだよね。 OK、 やめよう、勝ちに執着したいと思います。お疲れ様でございました。ということで本日の実戦を終了いたしました。なんとかね、ほぼほぼ最盛期じゃないかなっていうデータも作れたんで、ここでやめさせていただきました。通常1回引いて絶頂が狙う奥の1、そこまでは正直ほとんど設定はないんじゃないかなっていう感じの気持ちで回してたんで、まあその自信のなさが早めの撤退につながっちゃった感じなんですけど、まあ朝からね、これはゴータロっていう感じの挙動になってくれればね、ノリノリで回してたんですけどね、ちょっと怪しいんじゃねえかなと思っちゃいました今日は。最終的には投資が13,000円、回収が、1392枚でございました。ですので、まあちょい勝ちをちょっと続けてる感じになっちゃってね、見た目的にはあんまり楽しい感じにはなってないんで申し訳ないんですけど、すいません、私の個人的なお話で申し訳ないんですけど、先月40万ぐらいやられまして、今月は今のところプラス1万5000枚ぐらいまで持ってきてる感じなんで、あと1回、今月実践する予定なんですけど、先月分をまくれるように頑張りたいなと思ってますんで、やっぱ負けたらやっぱ楽しくないですからね、スロットをより楽しむためにも勝って気持ちよく帰りましょう。ということで今回は以上でございます。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。